はい、速稼塾の久保です。持続化給付金についてですけども、給与所得、雑所得の方、そしてフリーランスの方、今年開業された方など対象がどんどん広がっていって7月を迎えたわけなんですけども、今ね、合同ヒアリングをライブで見ていたんですけども、なんとですね、まだ手続きがサポートの方でごちゃごちゃしていてですね、まだね、本格的にこの今年開業の方、給料所得の方、雑所得の方、本格的に指導してないらしいんですよ。で、片方ではすでに給付が済んだ会社が百数十万件あって、要するにこの事業っていうのはどんどん、ね、手が空いてきてるんで、これから対象を広げるところを整備していくそうなんです。ですので、これからいろんな、ね、受給条件が緩和されながらどんどん広がっていきますので、今の時点でね、雑所得でどうしてもなんか申請の条件に合わないんだけどなって方、諦めないでください。来月や再来月にかなり広がった給付対象の広がったようなね、そんな体制が取られることが十分期待できる今日のライブ放送でした。ということをね、お話して、もう焦ってね、もう諦めちゃったりとか、もういいよってならずに、まあたまにね、持続化給付金どうなってるのかなって形で耳を傾けていただければ、思わぬところでね、あ、自分にも対象の奥が広がってるわってことになると思いますんで、まあなんせ来年の1月15日までですからね、まだまだ十分、期日はね、数ヶ月ありますんで、焦らずに待つというところもやっていきましょう。はい、今回は以上です。